久保さん、復活したらしいじゃないですか。まあ、結構ね、久保さん何回もやってますからね、これ、10年ぐらいやってるチャンネルが赤版されたら結構ちょっとしんどいですよね。うん。僕は、この、今の運営してるチャンネルは、あの、一個ペナルティなかったんですけど、久保さんの動画がペナルティ食らうっていうね、<laughs> 久保さんのあの、 なんか、いじめ。なんか、個人情報を流出みたいな。な、なんすかあの、募金してますっていう動画っすね。あの、恵まれない子に、こんな子に募金してますっていう、この、こんな子の症状みたいなね。そこになんか個人情報載ってんじゃないかみたいな、なんか、なんかそういう感じだったやつなんですけど。でもなんか、僕は一回しか受けてないので、それが。だから、まあ、影響はないみたいな。 まあでもね、どうなるかわかんないですからね僕は一回赤晩食らってますから赤晩食らって今のこのチャンネルなんでうんまあまあまたま、まあ、なったらなったでねまあなったらなったでまたやればいいし僕公式チャンネルっていうのも一応運営してるんですよ 公式チャンネルっていうのはあるんですけど、公式よりこっちの方が多いし、公式チャンネルも多分ね、吉谷拓郎公式チャンネル、YouTube チャンネルはもう3、4年更新してないんですよね。吉谷拓郎公式チャンネルは多分、あ、もう6年前ですね。あ、1, 1年ぐらい更新してないですね。そう、6年前に赤ン喰らって、 そう6年前前でですね6年前赤ですね年年赤よ経ちましたねもう6年前に赤番食らってすぐこの吉谷拓郎公式チャンネルを作ってで昨日赤番食らいましたみたいな <laughs> 昨日赤番食らいましたっていう動画をアップしすぐしたんですけどでもありがたいことにその何すかね、まあ、YouTube 上だとなんかこう永久追放みたいなのはあるっぽいですけども、まあ、そういうの食らわなければ別に。 違うチャンネル運用できるっていうのはありがたいですよね。うん。そう。まあ、公式じゃなくてもいけるってことですね。<laughs> まあ僕は、よくわかんない。20、今、20時22分っていうチャンネルで、よくわかんないチャンネルですけど <laughs>、はい。おめでとうございます。復帰。はい、久保さんは、一応、この久保哲郎チャンネルが公式ですからね。うん ペンネームでも何でもい,いけますよなな。何やっても。うん、はい。いってらっしゃい。